貴様も吸収を繰り返し強くなるようだな。一緒にされては困るな。パパが復活を恐れていた魔人ブー、噂程度の力はあるといいんですがね。ふん、私の恐ろしさを知りながら挑むのかね。ベジータ、俺と戦うつもりなのか。喜ぶがいい。俺のような超エリートに遊んでもらえるんだからな。お待ちなさい。私はフリーザですよ。サイヤ人を狙いなさい。この姿でも試してみたいな。どっちが上かってことを。当然俺が上に決まっている。分からせてやろう、弟の立場というやつを。なんだ、弱虫ラディッツじゃねえか。俺をバカにしたことを後悔させてやる。大きくなることと強くなることは関係がないのさ。待たせたな。やっと貴様の死ぬ時がやってきた。破壊神としてのお力、試させていただきたい。まあ、先輩としてちょっといいとこ見せちゃおうかな。焦ることはありません。この勝負楽しみましょう。もうすぐ世界が完成する。お前も待ち遠しいか。お前か。この第11宇宙で非道を働いているのは何を求めている。ただ全ての人間を滅ぼすことのみだ。まさかとは思うが、俺を倒せるなどと思っているのか。今回はサービスなしでいきますが、恨まないでくださいね。どちらが上なのか立場を分からせてやろう。粉々にぶっ殺して差し上げましょう。死の淵よりよみがえった者同士、最強を決めるというのはどうだ。おおお、いいでしょう。送り届けてあげますよ。天国という名の真の地獄へね。
やれやれ、僕の前に出てくるなんてバカだな。あなたが破壊しないから代わりに私が終わらせるのだ。愚かな人間の営みを。なあ18号、負けた方が互いの服を買うことにしないか。そういうのが好きだね。まったく、男ってのはどうしてこうガキなんだか。孫悟空以外とは戦うつもりはないのだが。そう言うな。お前とはどちらが上かはっきりさせたいと思っていたんだ。